フォルリ。フォルリは、イタリア共和国エミリアイコール、ロマーニア州にある都市であり、その周辺地域を含む、人口約12万人の基礎自治体、コムーネ。フォルリイコール、チェゼーナ県の県都の一つである。フォルリイコール、チェゼーナ県北部に位置する。チェゼーナと並んで、フォルリイコール、チェゼーナ県の県都である。隣接するコムーネは、以下の通り、RA は、 ラベンナ県所属。フォルリの周囲には、旧石器時代から人が住んでいた。近郊のモンテポッジョーロの丘で、80万年前の地層から粉々になった数千もの打ち石のかけらが出土している。言い伝えによれば、フォルリの都市は、紀元前188年に、ローマのコンスルであるガイウスリビウスサリナトルが建設したという。彼は、 カルタゴの武将ハスドルバルバルカに立ち向かい、紀元前207年にマタウロ川で彼を打ちまかした。古い都市はガイウス・マリウスとルキウス・コルネリウス・スッラの間で争われた戦の最中の紀元前88年に破壊された。後、プラエトルのリビウス・クロディウスによって再建された。おそらく、ホルム・リビー、ホーラム・リビーは農産物を生産する中程度の都市。 エミリア街道を経由して市場へ届けていたらしい。西ローマ帝国の崩壊後、ホルムリビーはオドアケルの王国に含まれた。その後東ゴート王国に含まれ、ビザンツ勢力のラベンナ総督領の外に位置した。聖エメルクリアリス、サン、メルクリアーレ、四百六年没は、死の死境で、後市内に彼に捧げた教会が建てられた。 ランボバルド人支配時代、死はランボバルドと争い、繰り返し665年、728年、742年と占領された。757年、最終的に死は強皇領に併合された。9世紀から、または1世紀早く8世紀とも、コムーニは死教ら支配権をもぎ取り、イタリア都市国家が自主権を持つ例の一つとなった。 これはイタリアにおける都市の最初の復興を合図したものだった。フォルリは889年に初めて共和制を取った。強硬派と皇帝派の間で起きた中世の争いではフォルリは自主制を保持する意味で皇帝派に立った。イタリアでは神聖ローマ帝国を都市が支援することはすべて危険であった。最も同盟なライバルはファエンツァ、ボローニャであった。 これらの数世紀、教皇は、時には、暴力で、時には餌をちらつかせ、何度も、フォルリの支配権を握ろうとした。さらに本質的な地元フォルリでの競争は、愛国者の間に巻き起こった。1241年、フリードリヒ2世と、教皇グレゴリウス9世が争っている間、フォルリ市民は、支援を、フリードリヒ2世に対し提供した。皇帝は、 フォルリのライバルであるファエンツァを占領している最中であり、皇帝はャイとしてフォルリに法園シュタウフェン家のわしのついたコムーネの紋章を増加、そしてその他に特権を与えた。法園シュタウフェン家の権力が1257年に崩壊すると忠実な皇帝の司令官グイド・一世、タダモンテフェルトロがイタリアに唯一残っていた皇帝派の取り出であるルリに退避しようとした。 彼は民衆隊長コピータのデル・ポポロの地位を与えられ、フォルリのためにいくつか名の知られる勝利を獲得した。1275年6月15日、ポンテディサン・プロコロでの対ボローニア戦、1276年11月14日、チビテッラにおけるフィレンツェ軍を含む対強行同盟軍との戦いなどである。フォルリ自身はマルティヌス四世が送り込んだ強力な フランス遠征軍と1282年5月15日に戦った。ダンテ・アリニエリがこの戦いを引用している。彼は1303年にスカルペッタ・オルデラフ3世にフォルリでもテなしを受けた。1282年、フォルリ軍はグイド・ダ・モンテ・フェルトロに率いられていた。有名な先制術師グイド、ボナッティ、フリード・リヒ2世の助言者の一人はモンテ・フェルトロの助言者でもあった。 同じ年、疲れ切ったホルリ議会は、教皇税に服従するのを強いられて、グイドに、ここを立ち去るよう頼んだ。コムーネは、教皇庁の代理人による、直接支配を飲むよりも、すぐに、地元のコンドッティエーレに対し服従した。そこで、シモーネメスタグエッラは、自身が、フォルリの君主であることを宣言した。彼は、後継者としての新たな君主の権威を残さなかったが、フォルリは、 マギナルド・パガーニ、そして、ウグッチオーネ・ファッチオーラ、1297年、ラ・コンドッティエーレが、君主となって治め、1302年までは、オルデラ・フィケが権力を握った。教皇庁が支援する、地元派閥は、1327年から1329年、1359年から1375年の間、幾度か、コンドッティエーレ一族を追い払った。 それらの出来事の間に、司教たちが、オルデラ・フフィケによって追放された。この時代、有名な音楽家、ウゴリノ・ダ・オルビエートも、フォルリから避難させられ、彼は、フェラーラへ向かった。ルネサンス期まで、オルデラ・フィケは、フォルリの都市部と、田園地帯における権力の保持、特に教皇庁が権力者を援護する試みに対して、懸命であった。しばしば、 このコンドッティエーレ一族同士が争いを起こした。字には彼らは金を稼ぐため、またフォルリをお守り豊かにするために他の都市国家でコンドッティエーレとして雇われた。中世のフォルリは重要なユダヤ人コミュニティを抱えていた。彼らは十三世紀に学校を持っていた。1418年にはフォルリ在住のユダヤ人によって有名な宗教会議が招集された。 彼らは新たな教皇マルティノス五世に宛てた高価な贈り物を代表者に託して贈り、彼が対立教皇ベネディクトゥス十三世によって交付された抑圧的な法律を廃止するよう、またかつての教皇らの下で容認されていた特権をユダヤ人に授けてくれるよう祈ったのである。代表者の使命は成功したのだった。オルデラ・フィケの最も知られる人物は 1466年から1480年まで、フォルリの死に降りであったピーノ三世オルデラフフィ、である。ピーノは無慈悲な人物であった。自身が新たな死壁と建築物を建てしをとませ、芸術の講演者であったにもかかわらずである。彼は40歳になったばかりで毒殺された。その時から、フォルリの立場は、偶発的に起こるオルデラフィ家の他者との戦いで、弱体化していき、 教皇シクストゥス四世が新たな死に降りに、実の甥い、ジローラモ・リアア・リオをつけるまで、続た。リアア・リオは、カテリーナ・スフォルツァと結婚した。夫の死後、女漁師として、名を馳せる女傑である。彼女は、フォルリの独立時代最後を象徴する人物でもあった。1488年に、ビスコンティ家に、1499年には、 チェーザレ・ボルジアによりフォルリは掌握された。チェーザレの死後、かつてないほど強硬に直接従属するようになった。長期間にわたる歴史上のフォルリの不在は、1796年6月に終わる。フランス革命軍が死に入場し、1797年2月7日には、ナポレオン・ボナパルトがこの地にやってきた。19世紀、フォルリは、 イタリア統合の争いに一役買った、ピエロ・マロンチェッリとアウレリオ・サッフィがフォルリで生まれている。1988年4月16日、テロリスト集団赤い旅団が当時の首相チリア・コデミタの助言者であった上院議員ロベルトル・フィリオ・フォルリで殺害した。彼を追悼し、1989年にボローニャ大学経済学部第二部、 現在のボローニャ大学フォルリ文校に彼の名が付けられた。フォルリには以下の分離集落、フラツヨーネがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。